びなかった。ありました。へえ。はい、おしゃれなものにしようかと思って。ありがとう。ありがとう。おめでとう。どうですか？思いなんか楽しいです。ね、思いなんか早く馴染んだよ。いいんかなこれで、いいんかなこれでって一人やったら潰れてたと思うし、うんうん、イーちゃんとマクちゃんの関係はまず学生時代ずっと一緒にいたっていうのはすごい大きくて、普通に友達やから、うんうんうん、相方じゃなくなったら普通の友達やからな、うんうんうん、その時々で役割が変わる。私犬、うん、バーって走っていて、なんかすんごい長いリードで、はい、これ以上いたらあかんと思ったらマジでビリビリと感じはある。うちらみたいにちょっと似てるね。似てる。どっちがどっちだ。俺イーちゃんやと思うわ。バーって言ってあれやろうこれやろうとか、うん、でカネ君もまあついてくんねんけど、うん、たまにピッてこうあかんよって。そうそう、その時は素直に聞けんの。入ってくるよね、やっぱり入ってくるから多分やばいなって思う。一緒乗れるよね。あ、うんうん、僕言うこと言うみたいです。多分イーちゃんもそうかもしれないけど、うん、結構機関棒やろ。機関棒よね。機関棒やのに、そうだから機関棒を聞かせてくれる人って多分マレというかなかなかおらへん気はするんだけど、根気がいるよね。イエス、人みたいだね。マキちゃんありがとうございます。ありがとうございます。俺もありがとうございます。あ、でもいいよね。一緒に前向いた時の力の発揮できる場所が一番大きくできるのはハラハラない。やっぱり私は一人でステージ立つのも好きやし歌うのも好きやけど、うん、二人でやる方が全然楽しいもん。全然楽しいしやりたいことが100できるから、うん、一人でも楽しいけど二人でやる方が絶対楽しい。うんうん、そんな気がするね。うん、こんだけ多分一緒に俺てるとは思えなかったぐらい。ねえ、すごいね。10年でしょ。すごい10年本当に。まあ、問題なかったら家泊まってください。死んだの。やった。一応マットあるんで。1年も来たんすよね。はい、うん、めっちゃ眺めいいんですよ。こう2つも寝るんですよ。で反対側はこうやって覗いて富士山見るんです。めっちゃ見えた。あ、そっちは常に入れてた。さすが。でもトイレここで。うん。見ながらね。文字とか見れた方がいいとかいうのもあるから。すっごい頑張ってるよ。頑張ってるよね。ね。あの人のね面白いポイントで作るから、うんうん、ね、味が出てるし。うん。面白かった。あとだから働き方をその誰かの指示を受けて。うん、する労働っていうのはなんかね、もうちょっと自由な、そうやな、これだっていう楽しい仕事になればなって言ってて、それも模索する。だから本当にしょうもないものしか。ありがとうございます。ありがとうございます。新生活おめでとうございます。ありがとうございます。今年を頑張る二人に、あらら、私がなりたい。あとね、あ、すごい。美味しいですか今日？美味しい。ピクニックどうですか？こんな感じ。どんな感じ？美味しい。何が美味しかったですか？うん、じゃあ自分が買ったお稲荷と小籠包。美味しかった、ね。まあ、僕がほぼ食べてます。大丈夫かなと思ってます。以上。スカイツリー見えてここいいっすね。はい。すいません。似てます。本当に似てます。な、イーちゃんに質問。あ、そう、はい、そうですね、はい、していい、うん、はい、小さい時から歌手になりたかったんです、はい、ありがとうございます、はい、小さい時は私小学校の時に、はい、大きくなったら作詞家になりたいって書いて6年生の時に、すごい、うん、ミュージシャンになりたいっては書いたことがなかったけど、作詞家って渋いよね。渋いよね、うん、まあ、小さい時からなろうと思ってたって言えばそうなんかもしれないし、それ以外の夢は
特に出てこう喧嘩ったかもしれないです。作詞家になりたいと思ったのは何かきっかけあったのかな、小さい時に。うん、あのユーミンとかその時すごい好きで、はい、ユーミンの言葉の使い、またマセガキやんな何やこれみたいなのがやっぱりすごいあって、作曲ってなったらいっぱい学ばないといけないことが音楽であるけど、作詞家って言葉やからもうちょっと簡単に自分ですぐ表現できるんちゃうかなと思って全然そっちの方が難しかったんやけどピアノもずっと習ってたけど、ピアノ弾くだけじゃなくて弾いて歌うことがいつの間にか好きになって、うん、弾き語りっていうのは自分の中で当たり前、まあゴスペルもやってたけど、そのどっちもが楽しかった。ある意味夢を叶えたね。そうやね、うん、でも作詞家小島泉っていうのはないから、まだ。あ、それは今後やりたいな。へえ、うん、なんかやりたいね、うん、あってもいいね、うん、あんまり今まで自分の音楽は自分以外出したいと思わへんかったし、誰かに提供とかもあったんやけど、依頼とかが来たことあったんやけど、ずっと断っててるな。自分の土俵で自分の中だけで作りたいと思ってたんやけど、なんか舞台の曲作ったり映画の曲とか作ったりした時に、なんかみんなとチームで音楽を、その中にある音楽として一緒に作り上げていくのって面白いなって、なんか全然エゴじゃないからね、そうなると大きい世界に自分が歯車として一緒に働いていけるのが面白かったから、なんかそういうのもこれからはやりたい。音楽を、まあ、始めた時は、イーちゃんに背中を押してくれてって始めたけど、うん、音楽を始めた時には自分のことを認めてっていうスタイルだったの、すごく。でも今はもうなんか溢れてこう、ようやくジャバジャバした愛をこうバーってこうね、広げられるスタイルになってきたっていうの、すごい大きいよね。そのどっちのスタイルもちゃんとできるっていう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたお互いのチャンネルいいねと、何でしたっけ、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。じゃあまたね、お邪魔しました。